デギー、アランディディエ・ゾコラは、コートジボワール・アビジャン出身の元サッカー選手。元コートジボワール代表である。ポジションはミッドフィールダーだが、高い守備力を活かして、ディフェンダーとしてもプレーできる。著名な育成クラブであるエサック・ミモザ出身である。1999年に、ベルギーの KRC ヘンクに移籍し、2001から02、シーズンにリーグ優勝した。2004年夏、 フランスの AS サンティティエンヌに移籍した。トッテナムホットスパー FC2006 年夏には、プレミアリーグのチェルシー FC、マンチェスターユナイテッド FC、アーセナル FC など、ビッグクラブの関心を誘ったが、より多くの出場機会を求めて、トッテナムホットスパー FC に移籍した。移籍金は820万ポンド。3シーズンにわたって、トッテナムサポーターのお気に入りの選手であり、 レッツオールドゥザコンガという曲に乗せて、ドゥ,ドゥドゥ、ディディエゾコラというチャントが歌われた。移籍してから公式戦1 3 0試合以上にわたって、得点がなかった。2008年のフットボールリーグカップ決勝では、フリーの体勢から打った2度のシュートを外している。トッテナムは2009年の同大会でも決勝に、進出したが、PK 戦の末に、マンチェスターユナイテッド FC に敗れた。 2008年2月24日の UEFA カップ PSV アイントホーフェン戦ではペナルティキックを決めている。セビージャ FC2009 年7月9日、スペインのセビージャ FC と4年契約を結んだ。移籍金は900万ユーロ。8月30日のバレンシア CF 戦でデビューし、守備的ミッドフィールダーのポジションで定位置をつかんだ。リーグ戦は4位でシーズンを終えて、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、コパデルレイでは、決勝でアトレティコマドリードを破って、史上5度目の優勝を飾った。トラブゾンスポル2011年6月7日、トルコのトラブゾンスポルとクラブ史上最高額の500万ユーロ、出来高165万ユーロで4年契約を結んだ。2000年に、コートジボワール代表デビューし、6度の アフリカネーションズカップと3度の FIFA フフワールドカップに出場している。2008年6月22日の 2010FIFA フフワールドカップアフリカ予選ボツワナ戦で代表初得点を挙げた。2012年2月8日アフリカネーションズカップ2012準決勝のマリ戦で代表通算100試合出場を達成した。2014年9月8日代表引退を表明した。 ありがとうございます。